9月虐殺はフランス革命において1792年9月2日から数日間にわたって行われたパリの監獄で起こった虐殺。殺害された人数はパリで1300人、地方で150人と言われる。1792年8月11日、立法議会がパリ市のコミューンの圧力によりフランス国内全土の反革命容疑者の逮捕を許可し、 8月17日には、これらの犯罪者たちを裁く、特別刑事裁判所の設置を承認した。こうして、パリの牢獄は、反革命主義とみなされた囚人で満員になった。8月26日にロンウィが、プロイン軍により攻略され、パリ進行への危機感が一挙に高まった。義勇兵の募集が行われたが、その一方で、牢獄に収監されている。 反革命主義者たちが義勇兵の出兵後にパリに残った彼らの家族を虐殺するという噂も流れていた。国王派の亡命者と外国軍とが革命の粉砕と市民の虐殺を狙っている。内部からこうしかねない反革命容疑者を捕らえよ。こうして8月30日、パリ市内で家宅捜索が行われ、約3000人の容疑者が逮捕された。しかし、 特別重罪裁判所は機能していない。きっかけは革命戦争においてオーストリア軍がベルダン要塞を陥落させ、その廃砲がパリに衝撃をもたらした際に行われたダントンの演説である。彼は全ては興奮し、全ては動転し、すべては掴かみかからんばかりだ。やがて打ち鳴らされる金は警戒の知らせではない。それは祖国の敵への攻撃なのだ。 敵に打ち勝つためには、大胆さ、一層の大胆さ、常に大胆さが必要なのだ。そうすればフランスは救われるだろう。と呼びかけた。これがテロリズムへの公然たる誘導となった。9月2日の朝から反革命はがりが始まり、パリ市のコミューンの監視委員会は、すべての囚人を人民の名において裁判することを命じた。コミューンは、防衛を固め、警鐘が乱打され、 シモンは閉じられた。義勇軍の編成が始まる。数日前から殺し屋が集められていた。三色の気少をつけた赤い帽子をかぶり、黄色の上着を着た彼らは忠実に任務を果たした。外国軍と示し合わせるために、牢屋の中で陰謀が企まれている。反革命の陰謀だ。やられる前に、やれ。こうして、その日の午後から民衆による牢獄の襲撃が始まった。 牢獄は次々と襲われ、囚人は手当たり次第に引きずり出された。問答無用の殺害、あるいは略式裁判の真似事の後、虐殺。一連の虐殺行為は、韓国内の人民法廷での即決裁判の結果を受けて、有罪の判決が下された囚人は殺害し、それ以外のものは無罪放免するという極端な形で行われた。当時安倍とカルム、 その他の牢獄には、反革命的とされた聖職者が収容されていた。聖職者民事基本法への宣誓を拒否して、囚われていた聖職者たちもいたが、政治に関係したと考えられるものは多くなかった。興奮した民衆の一軍がまず安倍への牢獄に押しかけて収容されていた23人の聖職者を殺害し、ついでカルムの牢獄に赴き、150人の聖職者の 大部分を殺害した。虐殺は数日間続いた。マリアントワネットと運命を共にするため帰国し、逮捕されていたランバル夫人も無残に殺された。群衆は彼女の意外から衣装を剥ぎ取り、体を切断し、踏みにじった。ある一団はその頭を槍の先に刺して、タンプルトを前で王妃に見せつけるという人行意を取った。 この結果パリ市内の牢獄は空になった。数日間吹き荒れた暴力で犠牲になった者は推計1100人から1400人。後になって犠牲者の4分の3はありふれた通常の犯罪者だったことが判明。犠牲者のうち本来殺害の対象となる反革命主義の政治犯は全体の4分の1に過ぎなかった。また似たような虐殺が前後して 各地の都市でも起こった。その犠牲者の総計は150人と言われている。P. チャンピオン、我が懐かしき町図書出版社、1992年、P301。ジュール・ミシュレ、フランス革命史上、中高文庫、2006年、P435。ありがとうございます。